ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ、よしき。本日はですね、普通の練習動画になります。やったはい、軽めのメニューなんですけど、はい、これイーブン走の練習で 200m とか、まあ、300m とか 250m とかってあの短距離の皆さんやると思うんですけど、はい、まあ、設定タイムとか設けられてるんですけど、まあ、その設定タイム守るのは多分みんなやってるんですけど、今回のイーブン走っていうのは 100m 刻みで設定したタイムでいくっていう、例えば、はい、今回のメニューだと 200m3 本5分レースでやるんですけど、はい、100m を13、13でいく。なんか普通の26秒切りとかって言われると最初12で入って次14みたいな。ああそうだね。そういう風に練習しがちなことって多いんだよね。俺だわ、俺もなんだよ。ああまあまあ、その方が楽だからね。そう楽、そう100を13秒でイーブン走していくっていうのが今回の狙いで、はい、でちょっとその話をするとちょっと長くなるんで、うん、なぜそういう練習がいいのかっていう控えさせていただきます。言えやまあ要するにどっちかといったらそのきつい中で、はい、そのホームボディコントロールちゃんとする。はい、例えば200とかだったらこうずっとこうこのイーブンで 100m 行くっていうのはきつい、はいはい、ランニングコントロールをするっていう練習が、ね、すっごい今流行ってて、去年めっちゃ活躍したじゃん。小池くんがアジアで金メダル 200m 取って、山本さんも10秒00で負けなしちゃったじゃん日本で、はいはいはい、であと永田俊斗くんが前からで取ったじゃん 100m、はいはい、で全部同じ先生教えてるんですよ。そういうなんかイーブン走って超大事だよっていう風に言って、結構大西界隈でも流行ってて、やってみると本当にきついよね。そうきついし、多分俺もできないですけど、それをまあ26秒設定で13、13でいくと。はい、本当は草野さん曰く250が一番いい。あ、そうなんだけど、ちょっとそれはちょっとまた後日草野さん添えてやります。左手を添えてみたいな。ダッシュで行こうぜ。さあ行った周辺、最初の100は13秒で入りたいと言っていた。どうだろう、そうだ、あーそうだね、13秒ぐらいで来たね。13秒ぐらいで来てイーブンでここを鳴らさずイーブンでいくと。ペースタイプわかんない。24秒3球なんすか。あ24秒3球、アホやん。間違った。11秒に出してから乗ってるね。乗ってます、乗ってます。あ、いい感じの夕日。お前夕日好きだな。俺夕日好きなの。お前メンヘラだろ。メンヘラだから、あの夕日の写真撮ったら必ずインスタに載せます。メンヘラ大体載せる、うん、大体載せる。あの空とか空とか、あのポエム語り出すとかね。まあまあまあ、気持ちよく言ったつもりだったんですよ練習の趣旨。全然できとらない。むしろこれダメですかね皆さん、うん、そうだね。あの練習であの、はい、飛ばすやついるじゃないですか。はい、26で引っ張ってって言ってるのに、はい、24で引っ張るバカです。長距離もいるんで、あのジョグ速えやつ大体嫌われるから。大体嫌われる。ちょっとタイム見ながら行こうぜ。うん、あいつレスト5分っつってんのにさ、ちゃんと5分守ってる。絶対5分以上経ってるでしょ。5分。さあ行きました、2本目。1本目はちょっと力が入って24秒39だったけど、さあどうだ、目分量での 100m の通過。はい、13秒、目分量では13秒ジャストで入ってきた感じ。さあどうだどうだ。はい、24秒2。ダメだけど結構バケモン。周辺の時計は386。23秒86。あほやん。もういいんじゃない、22秒次狙っていいんじゃない。無理です。ということで、はい、またもや、はい、設定が無視。なんかもう周辺らしいんじゃない。できない周辺らしさからできる周辺らしさになってきた。できるのにできない、すいません。ということで、はい、無理ですもん。じゃあ24秒でいいんじゃない。24秒3で24秒2で来てんのよ。ちょっと本当にゆっくりまとめさせてください。ああ分かった、あと2分です。もうさっき絶対5分超えてたから。5分超えたでしょねえ。いや周り確認とかあったから。5分つってんのにさ、本当にちゃんと5分守ってる。行ってください。レスト5分つってんのにもう6分経ってても、あの感じよ。行けて早く、早よ行け。はい、手上げたらもうパッて行くんだよ。もう歩こう歩こうしてる場合。はい、
さあ3本目ラスト、しっかりまとめてこれるか。さあスタートした。これまでの日本とはゆったりとした入りだ。ゆったりとした入り、どうだどうだ、いいんじゃない。でこの周平とは違ってこうタイムを見ながらもこの安定した俺のカメラワーク。おーっとどうだ、13秒から14秒の間ぐらいで入ってきた。さあどうだどうだ、はい、おーっと28秒19。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。 OK。 お、こっち見てる、なんか言ってる、何あ、俺が行くって俺が行けばいいの